はい、お疲れ様です。マピーです。ホワイトデーフェスタ23ということで新ゴマの性能解説とガチャをやっていくんですが、今回のホワイトデーフェスタ、これいいなって思うコマがね 2,3 体いるんですよ。性能的にねこれ使えそうだなってものが 2,3 体いるんですけど、もうそれ以上にね驚いたことがありまして、新ホワイトデーゴマ6体登場とあるんですけど、これ全員ね男なんですけど、スナイフィル女の子だと思ってました自分。男だったんだ。知らんかった。これ同じ人いるんじゃないかな。スナイフィルみんな女の子って思ってたって人いる？いてほしい。自分だけかな。これ男の子だと思ってなかったんですよね。なんかセーラームーンのセーラーウラヌス的な感じかと思ってたんですけど、そんなことなかったみたいです。ということでね、これらの性能の解説をする前に、こちら10日開放ですね、1年前のホワイトデーのこの S ゴマ3体が10日開放というね、ホワイトデーのローラン、ヌラリヒョン、ケザルコアトル、こちら見ていきます。で、このローランからですね、でローランが特殊のコンバット HP 半分以下かつ混合デッキであれば使えて、通常攻撃ダメージを 220% の変換率で特殊ダメージに変換で、コンボスキルが、HP が減少するほどこのバフが上がっていくコンバットの効果アップなんですけど、 30% から 90% の間ということなんでね、コンボが最大で 90% まで出せちゃうかもしれないんですけど、 HP が減れば減るほどというコンボの上にスキルが 50% 以下じゃないと使えないので、まあ、正直ちょっと微妙かなっていう感じはする。ただ、火力はね結構高い、アステールより出ますね。4700を超えていく、4706とかだっけな、ちょっとあんま覚えてないんですけど、まあ、4700はギリ超えますという感じなんで、アステールよりは火力高いよっていうところなんですけど、 HP 半分以下じゃないと使えないのと、まあ、コンボのね、減少するほど 90% までね最大で出せるっていうのは強くはあるんですけど、結構その使い勝手として良くないので、まあ使わないかなっていう感じの性能ですね。普通にアステールとか使い勝手いいエスゴマ使った方がいいかなって思いますね。で、次ヌラリヒョン。ヌラリヒョンがスキルカウンターでコンボがリベンジの毒なんですけど、マタンかつひっくり返されて通常攻撃ダメージを受けた時に通常攻撃の 200% のダメージを相手に返すことができて、でコンボスキルがリベンジの毒でバトル中に受けてるダメージの 13% 分ね毒をね相手に当てると。でこれはねリベンジスキルをデッキに10枚以上必要とするので、まあ、リベンジデッキかもしくはなんか毒リベンジみたいな感じのデッキに使ってくださいって感じなんですけど、スキルね通常攻撃で返すので、貫通とかされなければ、まあ、一定のダメージ与えられるし、神タンとかで相手にはね刺さるかなって思うんですけど、やはりね相手に返されないといけないので、結構使い勝手として、まあ、難しいというか上級者向けなのかなっていうイメージですね。なんで、まあ、普通にね、雑に使える S ゴマ入れていった方がいいかなっていうイメージもありますし、なんならその神タンアイテムをね、最近だとハクタクが登場したので、ぶち抜かれる可能性はあります。竜相手は通常攻撃ね大きめで返せる可能性はあるけど、貫通される可能性も全然あるし、神タンもねコンバートされるしみたいな、ハクタクでコンバートされるし、でコンバートタイミングはそもそもこの通常攻撃発生させませんっていうのがね多いと思うので、刺さる相手がね、まあ、極端に少ないんですよね。なんで、まあ、使わないかな。ステータスとかはね結構優秀なんですけどね、 HP も高いしアタックもそれなりにあるんで、でコンボもね、強力って感じなんで、バルヒアナの S ゴマ版と思いきや通常攻撃しか返さないので、まあ、使わないかなっていう感じです。で次ケツアルコアトル、ホワイトデーのケツアルコアトルね、うん、これ竜に変身してない状態の、まあ、人間の姿と言っていいのか、うん、これはねマデッキであれば使えるっていう下級スキルですね。4ターンの間戦の火炎ダメージを与えて、相手のケロゴマ1枚につき500の火炎ダメージ、最大3500の火炎ダメージを与えるっていうのをねコンボに持ってるんですけど、まあそこそこの性能かなと思います。で、こういうね竜デッキじゃない条件の下級スキルって他にもね、なんか神獣条件とかもあるんですけど、去年のね直撃の相馬コラボで来てたね雪平相馬がね神獣っていう条件なんですけど、ケツアルコアトルはね雪平相馬より強い気がしますね。やっぱそのコマ数条件ついてないし、4ターンの間1000の回ダメージ、まあ、ちょっと4ターン打ち切るのが難しいかもしれないんですけど、コンボも最大3500出せるので、うん、下級スキルの中では火力は高い方かなと思いますね。であとはトルテとかもあるんですけど、まあ、トルテは相手キャラ依存でね一気に火力出せるってものなので、正直使い勝手としてはまあ、どっこいどっこいというか4ターン打ち切れればいいかなって感じ。ただケツアルコアトルはねマデッキじゃないと使えないんですよね。雪平相馬は神デッキっていう条件に比べると、マデッキで4ターン稼ぐっていうのはね結構早めにいかないときついかなっていうイメージはあるし、まあ、普通に他の駒使ってもいいんですけど、まあ、刺さる対面というか早めに引けてちゃんと置ければ火炎ダメージで削れるので、そこは悪くないかなっていう感じはします。別になんかめっちゃ弱いとかじゃないけど、うん、4ターン打ち切れるかどうかっていう不安なところと、まあ、火力もまあ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 って感じですね。全然いいかなっていうところはある。なんかケツアルコアトル界隈の中だと、まあ、使える部類かなって思いますね。言うてマデッキっていう条件ねついてるものの、
他の超駒とかには及ばないものの、別にめっちゃ弱いとか、なんかローランとかヌラリヒンよりは使おうと思えば使えるなっていう感じはします。はい、そういうところで10日のね、ことについて10日の S 駒を見てきたんですけど、さあこのホワイトでちゃんと自分松パック買いました。ちょっとね今回ね3体ぐらいちょっといいなって思う駒があって、それがね先に言っちゃうと村正とザフキエルとルーシュですね。で特に村正とザフキエルはねかなりいいなって思ってます。まあ、ただちゃんと他のディートリヒとオートスナイフィルも見ていくんですけども、よろしくお願いします。さあこれかおお近い近い近いですねこれディートリヒね、ディートリヒです。これねホワイトデーのディートリヒ、うん、めっちゃかっこいいね。くさびが3本以上の時に発動できますと、神単活くさび3本以上なんで転結デッキで使ってくださいというもので、表になってる3ターンの間通常攻撃と特殊ダメージを 70% にすると、まあ、要は 30% のカットやってくれて、でコンボスキルが後方消滅の、800の雷撃ダメージということなんで、うん、まあ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 、コンボについてはあれですよ、ひろゆきみたいな、しゆきみたいな感じなんですけど、スキルがねシールドっていうことなんですけど、まあ、シールドスキルだったらね正直フォースとか使っていいと思うし、別に他にもいろんな駒いるんで、まあ、ディートリヒじゃなくていいかなって思いますね。カット率も言うて、うん、なんか今の環境のカット率としては、まあ、低くもなんか高くもないみたいなカット率ですし、一応条件もついてるんで、うん、まあ、普通に使わなくていいかな。フォーススキル他で使っていいと思うし、ロイヤルバトルとかにおいても、富岡義勇とか優先される気もするんで、まあ、でも義勇に比べるとね HP 条件がなくてコンボね雷撃出せるっていうのはいいんですけど、まあ使わないかなーって感じですね。普通にシールドのね S ゴマ結構多いんでね、はいって感じのディトリヒですね。3ターンこのシールド貼ってくれるのはいいんですけど、まあ、コンボもね雷撃っていうのは面白いんですけど、ギリギリ全然使わなくていいかなっていう感じはします。そしてこの村正なんですけど、これ村正ねちょっと見間違い方思ったんですけどね、これアタックがねさっき紹介したローランと一緒なんですよでローランの時に解説したんですけど、これ毒コンバートってなってるじゃないですか。ローランが HP 半分以下でアステール越えの火力をようやく特殊コンバートで出すんですけど、村正は自キャラをね盤面に2枚やって、ね、村正出して3体目っていう状況で同じ火力が出せます。これ強くですか。これ村正は結構強いなって思いましたね。でコンボもね無条件で 70% の、バフというかこのコンバートスキルアップということなんですけど、この自キャラ1枚につき 100% の変換率なんで、自キャラ1枚盤面にあって、2体目としてこの村正を出した場合でもね4200以上ね火力出せるんですよ。2200以上4300未満かな。で、最大火力で4700を超える。しかもそれ毒で出すんですよね。これ強くですか。普通になんかこれ超駒とかじゃないんでロイヤルバトルとかで、プロキオン抜いて村正もありかもしれませんね。プロキオン初手から使えないし、で村正においてはね一応初手から使えるけど火力は低いって感じなんで、初手に他のなんか自分の駒一回ポンって置いて、その後は村正ね最低でも 200% の変換率って火力出せるし、でコンボも 70% っていうのがねプロキオンと被るところあるから、まあ、HP とかねちょっと上下するとこあるんですけど、毒コンバートって考えるとね、しかも火力も高いんで村正はねちょっと使われる気がするんですよね。毒コンバートでアステールより火力高い、これだけで強いです。普通に条件とかもねそんな難しくないんで、でコンボも 70% これ強いと思います。はい、これもちょっと欲しいですね普通に。あ、ちなみにこれねなんか新ゴマなのになんか進化も10日もあるんですけど、見た目がちょっと変わるだけなんであんま気にしないでください。で、オークンですね。オークンは1500の代償のね、受けまして、自分のデッキが全て流属性かつ手駒が2枚以上呪い状態の時に使えます。アタック 2.1 倍になると。でコンボスキルが、手駒が3枚以上呪い状態の時に 1.6 倍かけつつ 40% の回復してくれるっていう補色ですね。で火力としては命令以下、貫通持ってるけど命令以下で、コンボも 1.6 しか出ない、まあ、40% の回復はついてるんですけどってところで、代償を食らうことも考えてもまあちょきついっすね。しかもねこれ HP 超低いっす竜の S 駒とはいえねちょっと HP 低いっすね。これはね低いし代償も食らうし、まあ、火力もね、まあ、条件がね手駒2枚以上呪い状態なんで、手駒の呪いが遅いアークワンとかと組み合わせたら面白そうだなっていうのはあるんですけど、メーレンがね手駒全部呪わないとフルでねそのパフォーマンスが出せないんでぶっちゃけ暗竜アレイナルか時勝つでいいですし、代償も食らうって考えるとね中途半端な火力で貫通、まあ、中途半端っていうわけでもないんですけどね、ちゃんと火力は出るんですけど貫通も持ってるんですけど、他に強い駒が多すぎるというか、でロイバットとかでもこの性能だったら S 補色使った方がいいかなって思いますよね。もしくはトレグレニングとかねと思います。コンボがねちょっと補色ちょっと大きめについてるぐらいかな強みとしては。それ以外は
そんな強くないかなって思います。で次ザフキール。ザフキはねいいっすよ、こいつはいい性能してますよ。神ターン条件で1ターンの間バーストバリア張ってくれて1600のバリアですね。でコンボスキルボルトヒールが減少していないほど1800の雷撃、減少するほど1800、いいですねこれはね。スキルバーストバリア、まずこれが強い。バーストバリアね、英語マだとレナートがいるんですけど、レナート魔属性なんてね。でザフキエルがね神ターンで条件ということなんですけど、出すだけで1600のバリア張ってくれる、まあ、要は1600回復って書いてるようなもんです。でコンボスキルが、1800、これもよくて、あの乱量を、パリピ乱量かな、なんかあのウェイしてる乱量よりも高い数値を持ってるんですよね。でしかもバリアも即やってくれて、うん、低コース環境でも強いと思いますね。普通にこれ俺もちょロイヤルバトルとかで点血に入れようかなとか考えてるレベルなんで、これはねありですよ。シーズンマッチでも使えますし、シーズンマッチだったら、まあ、点血とかになんか余ったところにこのザフキール入れるみたいなところでもいいかなっていうふうに思いますね。あの神ターンデッキ普通に神ターンっていう条件で英語までね優先的に入れていい駒かなと思いますね。あの守りの駒として優秀かなと。で攻めの駒としてはね、なんか能量オーリックとかさっき言った乱量とか、あと、まあ、イーリア・エーリカとかイオフィーとかね、結構もう優秀な駒揃ってるんで、こういうザフキエルみたいな駒がね出てくるとちょっと欲しいなって思いますね。普通に強い。スキルのバリアも1600良きで、コンボスキルも1800のボルトヒール高い、強いです。うん、アタックも地味に1010超えてるのもね、なんかポーリプスとか回収できるしいいかなって思います。で調整疑惑のある男性スナイフィルですね。毒吸収効果アップと、マターン条件で使えて表になってる3ターンの間毒が 15% アップ、吸収が 15% アップで、コンボスキルがアビスで600の毒ダメージと600吸収を持ってるという感じなんですけど、まずステータスがそんなに高くなくて、でスキルのねこの効果アップっていうのももうほんとしょぼいですね。3ターンしか効かないし 15% ずつなんで、個人的にはまあ使わないですね正直。 15% しかかけてくれないで、コンボのアビスも、まあ、600600だからアドバンテージ考えても1800、まあ、こいつのバフが加わるともうちょっと上がるかもしれないんですけど、それでもまあ使わないかな。でこういうなんかアビス効果アップっていうのはね、ペルルレイリーダーがいるんですけど、ペルルレイリーダーでスナイフィル使うにしても正直ペルルレイでこと足りてる感じもするんで、まあ、使わなくていい気がする。なんか継続アビスとかがまずあんまないんでね、なんかあのディミオスリーダーで例えばね、あの序盤からリッチだのブラだの出してそこにバフがかけるとかとは違って、なんか毒吸収効果アップってちょっと火力微妙なですし、まあちょっと使わないかな。吸収とかはね、あの火力効果、そのなんだ、吸収スキルのダメージ火力効果アップっていうのはね、吸収スキル自体が結構強力なんでね、いいんですけど 15% なんで僕は使わないです。はい、次ルーシュで、ルーシュは、スキル四季折々コンボ優先ってことなんですけど、まずねこのスキル四季折々でコンボ優先っていうのはね今までいませんでした。いなかったはず、ちょっと自分ちゃんと調べてきたんですけどいなかったと思います。でスキルについては、マロニーを調整した感じかな。マロニーのなんか花と月を100減らして鳥と風を100増やしたって感じですね。で、まあでもスキルは、うん、全体的に最低でも1300の火炎ダメージで最高で1900の通常攻撃なんで、まあ悪くないです。でコンボが最大2000回復ってことなんですけど、あの花鳥月の英語も揃ってない人はね、まあおすすめですね。揃ってる人は使っても使わなくてもって感じかな。ただコンボ2000の回復っていうのはね、そうですね、ロイヤルバトルとか低コス向けのところでその2000回復っていうのは結構強力なんで、まあ、使ってもいいかなって感じですね。うん、どうだろう、まあ、使ってもいい、まあ、コンボ回復をどう捉えるかだね。あの対面次第でね、その回復が強力か強力じゃないかとか、あの場面次第で変わるんで。ただまあまあまあ今までにねないスキル四季折々コンボ優先っていう駒なので、まあ、その点においては全然あのそういう唯一性もあるし、まあ全然使えるかなと思いますね。はい、あの英語も揃ってない人にとってはいいかな。だから個人的には、まあ、村正ザフキが、頭抜けてちょっといいかなと思ってて、でルーシュがその次ぐらいにまあまあ使えるかなって感じですかね。ということで引いていきましょう。村正ガチで欲しいんだけど、村正強ないこれさすがにアステール越えの毒コンバートはちょっと強いと思うわ。でコンボも 70% 出るし、欲しい村正欲しい、ほい、うん、だこの松パックもしっかり買ってきたんでね、松パックで村正カモン。うん、ディートリヒですね。うん、何やその視線はどこに向けてんの。てかホワイトデーですか、早いな。バレンタインからもう1ヶ月経ったんか、1ヶ月経つのか、早いな。ホワイトデーって、皆さんあのホワイトデー返されていますか。まあ、僕は何個かいただいたんですけど、ちょっと返すあのなんか手段がちょっと薄いというか、まあある意味動画でお届けですその
動画をホワイトデーのチョコとして受け取ってもらいたい。僕のね、あの、そうなんですよ、なんか採点の時にね、ファンの方があのチョコいただいたんですけど、いやでも美味しかった、めっちゃめっちゃ美味しかった。ありがとうございました。さあ、ホワイトデーてか、正直ホワイトデーっていう文化って本当にあるの？なんかバレンタインはさ結構有名だけど、ホワイトデーってそのなんか二番煎じなイメージあってさ、どうなんだろう。みんなちなみにホワイトデーはしっかりやる方なの？さあ来ました、 S ゴマ村マサオルーシュ、ありがとう村。よっしゃーしゃーしゃー。いやこれね、ちょまだ使ってないけど、村マサ本当にね強い気がするな。正直これ見間違いじゃないよな、俺計算間違えてないよね。だってこれもう一回見ていい、もう一回見ていい、これ村マサね、これじゃん、1425の 220% 変換でしょ。で、あのローランが HP50% 以下条件の特殊コンバートがね、ほら1425の220%、ほらね、これ見間違いじゃないんだよな。やっぱ村正強いんですよね。まあでもね、村正が強いのは正直納得できる。やっぱ超駒だしな、本家がね現役超駒なんで、それは強く設定されるわ、強いわ。はい、いや村正当たったのでけえ、これは本当に嬉しいわ。ちょ動画撮るの楽しみだな。どっちでやろうかな、ロイヤルバトルで動画撮ろうか、それともシーズンマッチでやろうか。ロイバトのね、あのプロキオンを村正に変えて動画出そうかなとかちょっと考えてみたんですけどね。いらっしゃいませ。おい王くん、ごめんね、さっきはあんなに言っちゃって。でどこ見てんのマカロンか、マカロン見てんのか。さあ、まあ、一応もうちょい引いとくか。あのザフキがまだ出てない、ザフキが欲しいな。ザフキ出たら正直撤退でもいいな。はい、虹のかけら3つ目っていうか、もうね、エスゴマの羽振り結構いいですよ。エスゴマまだ出てない、てか俺ディートリヒいけてるやん、ディートリヒ松枠でいけてるって考えたらもうエスゴマコンプリートなんですけど。うんちょ、ザフキが一番欲しいよ、ザフキ一番欲しい、ザフ。あとホワイトデーといえばね、ホワイトアルカードとかもね強力なんで、まあ、引く価値はあるよね。てかザフ俺引けてないよね、なんか村正に隠れて出てたみたいなことないよね。引けてないね。ザフは本当欲しいよ。一応これ最後引きますね。今新 S ゴマ3体出てるから、これ一応ピックアップ確定なんですけど、 S ゴマがね、まあ、来年投下することを考えると村正もう1体欲しいな。ブランド的にね、村正はね強力に設計されるはずなんだ、来年10日解放することを見越してな。さあ、おお2枚来た、ザフが一番欲しいよ、ザフ。あ、ライフ、あ俺ライフ持ってなかったのか、これなんかマナスキルかなんかだよね確か。うん、村正2体目ありがとういやありがとう、ただザフ引けねえ、ザフ来ねえな、一番欲しいのにザフが。どうしよう、30個でいけるんか、もう30個ちょっと挑戦してみてもいいな。まあ、1回ちょっとね駒箱整理からいかしてもらいますか。さあ、ポイント4ポイントいただいて、これザフの天井いくつ ?8 ポイントとかか、ザフは8か。あと3回行けば最低でもザフもらえるけど、え、なんかもらってないよね俺、勘違いしてない、大丈夫、ちょっと一回ちょっと確認しますわ。入ってないザフ、なんかの間違いで入ってないですねザフが一番欲しいんやから、じいちゃん。いやでもさ、なんか一時さ、オセロニアのキャラのなんか別の姿みたいなあったじゃないですか、なんか骨三郎が人間になったらみたいな、あれもう一回やってほしいな。ザフキルの若い頃みたいんだけど、絶対かっこいいよ、ザフキルの若い頃姿やってくんない？なんかカフネがさ、ちっちゃくなったとこあったやん、なんかのイベントでタイムパラドックスみたいなやつ、ちょあれもう一回やってほしいな、あれでザフの若い頃を出そうぜ、ザフ。おお、オッケー、スナイヒルね、はい。いやー、可愛い女の子が来ました。でこれでザフ、よし、いけおじ、よーし、撤退、よし、ザフ引けたんでもう OK です、よし。いや、マジかっけえな、お前本当にかっこいいな、ちょっと俺年取ったらこうなりたいな俺年取ったらこんな感じになりたいな、ね、いや年取ったら、いやこんな老け方したいな、翼も生えてさ、俺年取ったら翼生やすわ、ってことで終わります。今回ね、ザフと村正、ザフキルと村正がね個人的にはちょっと気になってます、いいかなって思う。でもう今6ポイント貯まってるんですよね、これなんだっけ、季節ポイント、もう引かなくていいかな、なんでもうこれゴールドエリクシールに交換です。でこれを村正に食わせます、はい、ということで、まあなんかね、ホワイトデーのキャラまた動画出そうと思ってますんで、よければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ではお疲れ様でした、サンドラバイバイ。